皆さんこんばんは。こんばんは、こちらチャンネル桜北海道です。今日はですね、特集としましてウクライナ問題、新党国盛の代表である本間奈々さんと一緒にちょっと話してみたいと思います。奈々さんは今日はスカイプで参加ということですので、奈々さんよろしくお願いします。はい、こちら和歌山国盛スタジオからです。本日もよろしくお願いいたします。なんか札幌の方もすごく雪というか、なんか排雪とかそういうのが進まず大変みたいですけど、澤田先生どうなんでしょうか。いやもうね、うちの町内会は毎年冬2月には排雪が入るんですけど、早一月遅れてます。はい、2月の9日予定だったんですけれども、その排雪ももう、排雪する車がない、それから投げるところがないという状況の中で、いまだにまだ町内会の排雪がなく、道路はもうザクザクというか、ザクザクって北海道の人しか分かんないかもしれないですけど、もう暖かくなってて雪の積もってる中で轍のようになってしまうということで、なかなかこう埋まってる車も多いし、大変な状況がまだまだ札幌では続いてます。もう少しするとかなり雪排雪されてくると走りやすくはなるんだろうと思うんですけど。まあ、そうですよね。また私も今週末というか北海道戻るので、なんか毎回北海道の雪がやっぱり厳しいなというのを感じてます。ちなみにもう和歌山の方は梅が咲いてまして、完全に春の雰囲気です。要するにやはり日本はね、縦長の国家だっていうのが分かりますね、本当にね。はい、ということで、はい、チャンネル桜北海道の支援のお願いです。チャンネル桜北海道では大企業や組合、宗教団体からは一切支援を受けておりません。皆さんの支援に支えられて、本当に北海道民あるいは国民にとって大切な情報を流しております。これからも皆さんのお力を持ちまして頑張っていきたいと思いますので、この番組の中で支援方法について、具体的な支援方法について掲示させていただきますけれども、それを見てぜひ助けていただければと思います。なんといっても苦しい番組というか、苦しい中で頑張っていますので、応援のほどよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではウクライナ問題ということでですね、今もうほとんどテレビはコロナがどこか行っちゃったのかというぐらいの状況の中で、テレビももうウクライナ問題なんですが、まず奈々さん、この問題に関して大きな総合的な部分でどう感じてられますか。はい、まずメディアの報道の仕方っていうのが非常に異常だなと思っていまして、いまだにコロナをまたよく出してるっていうのも、なんかちょっとなんかトンチンカンな感じもしないではないんですが、メディアの報道の仕方が明らかになんかもうロシア悪者扱い、でそして、もちろんウクライナの国民の方々は非常に気の毒で本当に大変な状況であるっていうのは分かるんですけれども、その前にですね、ロシアがそのなぜウクライナに侵攻することになったのか、ちょうど1週間前にプーチン大統領の方が声明を出していました。その中でそのいわゆるウクライナに NATO 加入はさせないっていうことで欧米各国と約束をしていたのに、それが全く果たされていないという非常に大きな非難の声が出て、非難をしてやってるんだと。もちろんロシア の攻め込んでいる、侵略していることについては一切なんていうか、これは神戸にはならないとは思っていま いますけれども、そういった現実の国際政治について全くなんていうか報道されていないこと、そしてやっぱりいくつかフェイクニュースというか、これ一体いつの映像なんだろうかっていう分かりづらいとかいうものが流されていて、ただよく感じるのはなんかメディアが意図的にロシアを悪者扱いにしていることっていうことに対して の異常さを感じています。で一方で日本においてはそれを受けてウクライナは気の毒だと、もちろんウクライナの国民 の罪なき人々は気の毒だとはもちろん私も心を痛めています。だけれどもやっぱりここは冷静に考えていかなければならないのは、このウクライナ問題が人事ではなく日本に置き換えた時にどんな風になってくるのかということだと思います。でそこでよく言われているのが、やっぱり核武装していない国というのは一方的に侵略をされて戦場にされてしまう、そしてまさにこれは我が国に当てはまることなのではないかということが
一つで、その中でじゃあウクライナの教訓を見て私たちはどう考えるべきなのかということなんですが、メディアもそして現職の国会議員もそこに踏み込んでいる議論が非常に薄いんじゃないかなというふうに思います。まず具体的にやっぱり核武装していない国っていうのは一方的に戦略されて、そして今なんか支援を少しずつやっていくっていうふうに欧米各国は表明はしてはし始めるようになってはいるんですけれども、やっぱり自国を守れない国というのは大変な状況だなと思えば、核武装の話をしてほしい。しかし岸田総理は非核三原則にこれを出してきて、そういうのは一切考えないと、もう速攻で否定をしましたし、そしてなんていうか、その核武装の話だけではなく北方領土、私たちの場合はロシアについては北方領土、特に北海道については北方領土があるわけですけれども、これに対して言及する政治家がほぼおらず、そして唯一言及しているのが鈴木宗男さんなんですけど、鈴木宗男さんはロシアをかばっているだけというね、そういう状況なので、なんかこう一歩も二歩も日本自体がちょっととぼけてるんじゃないのかなというのが私の印象です。はい、ありがとうございます。そうですよね。だから僕も今ナンさん言われた核武装、アメリカが最初に手を出さないっていう部分で見てくると、ある評論家はやはり核を持たない国を助けることはアメリカはないだろうと、相手が核を持ってる国と核を持ってない国であれば核を持ってる国が参加した以上は手を出さない、これはアメリカのアフガニスタンの時もそうでしたけども、アメリカはかなりはっきりとこう選別をしてきてるっていう可能性があって、だから日本が本当にこのままの状況の中でアメリカが守ってくれるのかどうか、核もないこの国を守るのかどうか、例えば中国なり北朝鮮なりの問題が出た時にアメリカは本当に相手側が核を持っている時に日本を守るのかっていう問題は、やはりこのもん今回のこの危機においてですね、かなりはっきりと出てくる。要するによく言われているのは危機の時にはですね、より基準がはっきり出てくるということなんですよ。だからこの危機の時に我々は何を学ばなきゃならないのかということをですね、本当は皆さん先ほど言いましたけれども、日本のマスコミなり 何がきっちり見ていかなきゃならないんですけれども、ただロシアが悪、国際法違反だ、侵略だというような騒ぎの中でこの問題を収めてしまってはですね、ここの問題から学習することが全くないと、そういうような気がします。あと南さん何か他にありますか？そうですね、なんていうか政治家、政府そのものもだらしないっていうふうにやっぱり思うんですけども、岸田さんの先ほど の核武装についてはもう総理自体が切り捨ててしまったんですよね。で、一応安倍元総理が核武装の話を持ち出しましたけれども、その他の国会議員って一体何をやってんのかなっていうのが私は疑問で疑問でならないんですよ。だって議論すらしなかったらその後やらない、やるっていう、それはもちろん結論は出てくるかもしれませんけど、まず最初からその取っかかりができないっていう問題、それとやっぱり今回もう一つ気になるのはロシアに目が行き過ぎていて、実は中国の問題っていうのがみんな忘れていないかっていうことなんですよね。ロシアに対して私たちはもちろん非難の声も出していかなきゃいけないし、現実的な対応策、北方領土含めてやらなきゃいけないんですけれども、ロシアが何かをやった時に日本の対応が今までと変わらず遺憾遺憾と言ってるだけでは、有事の時にも日本はこんなことしかやらないっていう材料を、特に中国に与えてしまった時の危険性ですよね。だからよくチャンネル桜のなんていうか討論番組で元自衛隊の方の防衛省の方々がいろいろアドバイスしていただいて、二正面作戦は絶対避けなきゃいけないっていう中で、私たちは二正面作戦っていうのがどういうふうに避けられるのかっていうのをもう少し勇気を持って政治家は訴状に出していただきたい。一般の人はなかなかちょっと怖くて声が出せないと当たり前だと思うんですけども、特に保守の政治っていうのが寝ぼけてんじゃないかなというのが、もう国割りしてて過激だっていう人いるんですけど、私全然過激だと思っていなくて普通のことしか言ってないような気がするんですが、どうですかね澤田先生。そうですね、いや要するにですね、核の問題、この核はですね、なくそうとする動きもありますけど、これなくすことはもうまず不可能なんですよ。もう出来上がったこの問題が、これをゼロにすることはできない。そうなると世界がどのようにこれを管理するかということに入ってくるわけで、その中ではやはり
ある程度の国が核を持ちながら、そのバランスの中で国、世界をこう統治するというような形しかですね、もう無理でしょうと。下手に核をなくすなんて方向に持っていけるわけがないんでね。だからそれを考えれば核の問題はきちっとこの国で議論しなければならないと思います。それから南さん言われたようにですね、明日日本がこのウクライナになる可能性は十分あるわけですよ。核は持っていない。そしてどっかの国が、まあ当然ね、近くの国ですから中国かどっかになるんでしょうけれども、そういう国が動いた時に、じゃあ我々はどのようにして守るんでしょうかと。アメリカが守ってくれるんですか。いまだにですね、アメリカは尖閣の問題でさえ施政権、領有権を言ってないんですよ。施政権は日本にある。だけども、今の施政権というのは実効支配ですからね、実効支配は日本にあるけれども、領有権まで日本のもんだと言ってない。これは本当に欺瞞で、施政権のある土地、ある土地、領土は施政権がある以上我々の固有の領土、もう我々の領土に決まってるんですけど、そこへは絶対アメリカは踏み込んでこない。このような姿勢から、それからアフガン、それから今回のウクライナの姿勢を見ても、アメリカはどういうような対応を取るかわからないという中で、我々は本当に自主防衛の方向に入らなければならないと思うんですよね。だから、まあ、新党国盛が9条2項で国防軍変えて国防軍にするぞという公約も出していますけど、このあたりもですね、今の日本の国では絶対必要なことだと思うんで、このウクライナの姿を見ながら、そしてあの戦い方を見ながらですね、我々は本当に勉強しなければならないことが多いと思います。そうですね。それとあと情報戦っていうのもすごく今回出てるなっていうこともあって、これ惑わされなきゃいけない、惑わされないようにしなきゃいけないっていうのと、そのメディアがその先の大戦の時に大本営発表っていうのをやや茶化して言うんですけれども、全く変わってないんですよね。メディアって報道しない自由を堂々とやっていますし、して私がやっぱり見る限りにおいては、やっぱり欧米各国というかアメリカのやっぱり相当のなんていうか情報戦略に乗ってるなと思っていて、別にロシアをかばう気持ちは一切ないんですけれども、冷静に見て、私たちが単になんかこうゲームを見るかのように、あ、かわいそうだとか、ああだこうだって言ってごまかされることなくですね、やっぱり日本っていうのは冷静に見て、アメリカはもう絶対助けてくれないし、特に私はやっぱり中国もやっぱりね、今全然出てこないじゃないですか。でなんかそういったことの全体の情報のありようっていうのをきちんと見ていくこと、そして一方になんか応援するとか支援するとかじゃなくて、やっぱり視点はやっぱりどう考えても我が国に軸を置くこと、これがもう大事なことじゃないかなっていう気がしています。そうですね、僕もそうなんですよ。だから世界の国々が国益、自分と自国第一主義に入っていっている中で、やはりこういう問題今後出てくるわけですから、日本もいつ、先ほども言いましたけど、ウクライナになるかわからないというところで、我々本当に子どもたちや孫たちのためにもこの国を守る。だからウクライナのね、男の人たちがもう今国に帰ってきていると、それでこの自分のふるさと、それから自分の国を守るんだという、あの気迫がですね、多分ロシアがなかなか攻めあぐんでるところの一つの要因だろうと思うんですよね。だからやはりロシアも来ると深手を負うよと、うちの国に来た時は我々絶対やるんだよという、この姿勢を見せない限りですね、どこの国だって狙ってきますし、今回のこの国会の議論なり何なりを見てるとですね、完全に中国はいつでも行けるなというふうに踏んだと思います。これは本当にそうですね。でやっぱり私はロシアがこういうふうに状況になって今どう考えているかよくわからないんですけれども、多分思った以上にそのウクライナの抵抗っていうのがやっぱり厳しいっていうのと、あと結構そのアメリカの戦略もあると思うんですけども、欧米各国の非難っていうか制裁っていうのが非常に厳しいなっていうのを感じております。でそうした中でやっぱ始まってしまうと、やっぱりなかなか止まらない、行き着くとこまで行くっていうことを考えると、日本がやっぱり取らなきゃいけないことは、本当にこういう状態を招かないように今何をやれるのかっていう議論を今国会でやらなきゃいけないと思ってるんです。だけども今国会の流れを見てると、なんか消化試合のように、法案であるとか、なんか安倍さんが発言したことに対して、なんか岸田さんはどう思ってるんだって言って、また岸田さんがちょっといや良くないねみたいな
なんかくだらないって言ったらもうあれなんですよ、茶番のようなことをやっていて、あなたたちは何を本当に見てるんですかと、本当にこうならないために真剣に考えてますかと、そしてあの野党がくだらないことを持ち出したとしても、なぜ他の議員がもう少し声を上げないんだろうっていうね、本当にじくじたる思いがあるんです。で、本来憲法改正をやって、あの自主防衛というのをきっちり、はい、あの間に合えばいいんですけれども、うん、絶対にあの今の状況では間に合わないので、うん、まずあの具体的にできる話としては、やっぱり 核武装の議論をすること、うん、これだけは言葉でも議論できるわけじゃないですか、言葉だけでもというなんですけれども、あの声も上げずして、そしてなんかあのロシアに対して非難するだけでは中身がなさすぎるんですよね。これが全然できてない。そしてやっぱり私たちは北海道ですので、北方領土、はい、北方領土に対してなんであの踏み込む発言がないんだろうかっていうね。で、あの、まあ、今回あの、まあ、本来あの予定では尖閣に週末に行く予定でしたけれども、はい、ちょっと本日あの土日があの相当荒れるらしいということもありまして、まあ、私たちはちょっと尖閣については行けないけれども、私たち の社長やあの国盛衆が行く意見を問わずして、あの漁師さんたちにはもう天候が晴れれば行ってほしいという体制になっておりますし、そしてまあ今検討中ですけども、あの国盛衆北海道としてもやっぱりなんとか領土問題、北方領土については、あの誰もが何も言わないのであれば、あの現場がすぐそばにあるわけですから、やっぱり何らかの対応しなければいけないというふうに思いますが、澤田先生はどう思いますか、そうですね、この件について、まあ、今日もですね、ロシア空軍機が領空侵犯をしたということで、昔は本当にロシアの空軍機の領空侵犯が一番多かった、まあ、今は中国にとって代わられて、中国が今領海侵犯なり領空侵犯をしてくるという感じだから、中国ロシアの圧力はもう今までもあったんですけど、それに関しても全くこの国は何も考えずに来ていたと。そしてアメリカに頼ることによって生き延びることができるだろうと思っていたけれども、アフガンの問題、それから今回のウクライナに対する状況を見てくると、アメリカがどこまで守るかわからないということもはっきりしてきたと。だから全くこの国に緊張感がない。そして国会議員がやはり議論して国防をどうするんだという議論がもう全く欠けているということの中で、これ本当に危ない状況になるだろうと。そして国を守るという義務もなければですね、この国民の中に。だから本当にまああのあれですか、義勇軍募集の中で70人の日本人が参加をするという声を上げたという話も出てきてますけれども、そのあたりの人たちもまだ日本の場合は残っているということであればですね、我々も本当に国土を守る、それからふるさとを守るということの中で、やはりしっかりとこの声を上げて戦うときは戦わなきゃいけないということをですね、我々もここで勉強し直さなければならないと思います。それともう一つですね、国家のいろいろな問題をですね、国連で処理できると思っているところが日本の場合はあるんですよね。だから国際、国連の中でこういう国際的な問題を話し合えば、その部分で何かやったら相手にペナルティかかるわけがないんですよ。国際社会の中において、あの国際政府がない、世界政府がない以上はですね、これペナルティをかけようがない。そしてあれ、あの常任理事国、中国、ロシア、それからアメリカ、イギリス、フランスですね、この常任理事国に拒否権がある。これだけどよく見たらですね、日本は昔大東亜戦争の時にならず者国家ってレッテルを貼られましたけど、今やならず者国家はここの、 あの常任理事国の中の3国は確実にならず者国家ですからそうやりたい放題でやっていて、その人間たちが、その国がですね、拒否権を持ってる、この組織が真っ当なことできるわけがないんですよ。だから何回も言いますけれども、やはり自分たちの足、自主防衛に入る、この日本は、そして核を考えるというだけでもですね、あの抑止になりますから、このあたりもやはり政治家の口から出てこなければ本当に何ももうあのこの国を守ることができないのかなと、そういうような気がします。どうですか。
そうですね、国連の話出ましたけども、確かにならず者国家しか常任理事国 で、おまけに中国なんてもうこれまでどれだけ周辺地域を侵略したんでしょうか、でそしてそれを国連が止めたなんて聞いたこともないですし、でもう まるで茶番ですよね。でイギリスがなんかあのロシアをこの常任理事国から追い出そうって言ってますけど、常任理事国の中にロシアもいますし、そして中国もロシアを支持してるわけですから、まあなんていうかプロレスやってもらってもバカバカしいなっていうことしか思い浮かびませんっていうのと、それと本当にあの今有事だっていうね、あのなんていうかその感覚っていうのを政治家は持たなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。完全にもう戦後秩序をあの壊そうというような勢いで非常にアンバランスになっているので、ここでいつもと同じように遺憾だって言ったところが言ってしまうと値踏みされてしまうんですよね。であのヘリコプターが根室付近を飛んだっていうことですけれども、これに対しても今の日本政府を、まあ、ロシアの方が必死ですからね、今もうロシア本当にもう交戦状態に入ってるんで、まあ、これだけやれば多分日本政府はビビるだろうっていう感じを根踏みしてる部分もあると思っていて、で実際なんかヘリコプター飛んだことに対してあのきちんと言えてる人がどれだけいるかっていうと、まあ、700人いるうちに本当にもう佐藤あの正久さんはあのなんか言っておられましたけども、他誰か言ってますかぐらい何にも言わない、むしろ SNS 上で名もなき一般の人たちがどうすんだって言ってるんですけども、本来政治家が引っ張っていかなきゃいけない立場なんですよ本当はね。あのちゃんと世論リードしていく、批判を真っ向から受けようがやらなきゃいけないっていうことで言えば、政治家が最も寝ぼけてる感じがして非常に恐ろしい。まあ、恐ろしいけども政治家頼み足らないんで、まあ、国も一緒北海道としてやれることをやるしかないなと思うばかりということで、まあ、特に北海道現場ですから、はい、まあ、なんとか根室の現場で、あるいはちょっと、まあ、ロシアの領事館前でやらなきゃいけないなと、もう私はもう燃えてきてますよ。そうですね、まあ、そういうことですよね。本当にだからロシアとしてもですね、こっち今ウクライナに入ってるけれども北方領土も忘れてはいないよというような圧力は確実にかけてきてるんだろうと思うんですよ。だから君たちもその日本がそんな意思なんかあるわけがないんですけれども、それでもこっちが手薄になったからといって我々はここに来た時にはやるよというような意思を見せてんだろうと。普通の国家はね、やはりこういうあの混乱に乗じてですね行く可能性は十分あるわけで、そんなもの日本の日本国にあるわけがないというね。それともう一つですね、ロシアが国際法違反だと言われてますけど、国際法違反は違反でいい、本当にあの違反だと思いますよ。だけど国際法って本当に法律になってるんですかと、ペナルティーもなければ何もないわけですから、そしてペナルティーをかける世界政府が先ほども言ったけどないわけですから、そうなってくると国際法違反だ違反だって言い続けたところで、これは旦那さんもさっき言ったように全く何の意味もないということなんですよ。だからペナルティーをかけれなければ何の法律も何もない。ただ国際社会っていうのはみんなが努力してある程度の形を作っていくということは、これは大切なことなんで、国際社会を壊せとかそういうことを言ってるわけじゃなくて、やはりみんながそういう圧力の中で、あのだから例えばあの国連のね、ロシア の外務大臣が喋った時一斉にあの会場から消えると、あのような形の対応を取りながらプレッシャーをかけていく以外に、国際社会の中で相手の国にプレッシャーをかけることはできない。法律がもうほとんど機能してないわけですから。だからあの南シナ海ですか、あの中国がフィリピンともあの海洋進出の時揉めた時だって、結局はね、あの仲裁裁判所があの違法は中国だと言ったところで、あの一枚の紙切れと同じでこんなものを無視だというようなことを中国がしたところで全くペナルティがないわけです。だけど国際社会でしっかりとこう圧力をかけながらいくということをですね、やはり日本も先頭を切ってやっていかなければ、この後ろからついていってなんかちょこっと言ってるなという程度のレベルじゃ、これはアメリカ の影だけで、大きいアメリカがなくなった時、じゃあ我々本当に正面に出ていった時にどうするんですかという問題が絶対残るんですよね。だからやはり日本もそろそろ腹をくくって考えなければならない時が来たのかなという気はします。はい、まあ、そういった意味では、まあ、今年はもう大きな国政選挙もあるんですけれども、はい、クリムリ州としてはやっぱり核武装の議論っていうのをやっぱり真正面に掲げていく
ことが必要かなと。これも不人気な部分もあるんですけれども、どっちにしろ誰も言わなかったらまあスルーされてしまうんですが、これ絶対にあのもう直視しなきゃいけない場面がようやく今、ようやくっていうか本当はもっと前にやれよって言いたいんですけども、まあ、そういう状態ですよね。それとあの必ずこういうふうな、なんていうか有事の時にどうしてもそちらの、 あの一つの事件に目が行きがちなんですが、やっぱりあらゆることに目配りはしていかなきゃいけないというふうに思っておりますので、まあ、あの私たちの取り組んでいるなんか北海道100年記念塔もそうなんですけれども、絶対にあのいろんなものに目移りしないようにきちんと言うべきことは言い続ける、まあ、それしかないなというふうに思ったのがこの事件の教訓だと思っています。そうですね、今言われたように100年記念塔の問題もそうですけど、本当に国盛州がやらなきゃならない問題がもう山積みというか、まあ、国防問題をね我々もずっと言い続けてきましたから、自分の国を自分で守ると当たり前なことをしましょうと、世界の常識ですというようなことも言ってきた、そういうような中でですね、やっとですね、やはり新党国盛が声を上げ続けてきたことがこれ現実に出てくるでしょうということがですね、世界で起きつつあるのと、それから、まあ、100年記念塔という北海道の問題、歴史を壊す問題をですね、我々まだまだ諦めていないし、この問題に関してはこれからもどんどん手を打っていこうというふうに考えてます。まあ奈々さんの先頭にね、こういうような形で活動を取りながら我々戦っていこうと思ってますけど、本当にここまで来てどうですか、新党国盛を立ち上げた意味はこの辺りでやっと出てきたかなという感じはしますね。はい、まあ、その一方で他にいないということに逆なんか愕然としてるっていうのも現実ですよね。いや、ここまで75年ひどいもんだなというふうに思います。よくここまで冷戦構造というか戦後のなんか秩序っていうものを前提にした憲法議論、それと安保に頼ってよくここまで恥ずかしげもなくやってきたなっていうかね、頼りなくやってきたなっていう、まあ、自制を込めておりますし、であの私は本日繰り返し北方領土の問題をお話ししましたが、私のやっぱりちょっとあのなんていうかやっぱり障害的なテーマとして、ちょうど20歳の時にあの大学入って、まあ、ちょうどそれが平成元年だったわけなんですけれども、バブル時代で、そして当時冷戦が崩壊しました。あのドイツ、東西ドイツの壁が壊れて、そしてさまざまな、あのなんていうか、あのいわゆる東西冷戦のものが崩壊していって、ロシア、あのいわゆる旧あのソ連というのはなくなった。あの時にどうして北方領土問題を解決することができなかったのか、東西ドイツはいいも悪いもあの時に冷戦 の、 あのやっぱり終結をしたわけですよね。あの統一するっていうことで、まあ、その後のドイツの結果はどうなのかっていう、まあ、いろんなことはあるにしろ冷戦には終止符を打ったわけです。で、あの時のやっぱり私が若い時、20歳の時に、なんで日本は北方領土を取り返せなかったんだろうっていうのがずっとあって、ただ20歳の時でしたから何をしていいのかわからなかった。で、今同じようなあのいわゆる戦後秩序が変わろうとしている時期に来ている中で、あの大人になった私はやっぱり北方領土についてしっかりと言わないとならないという気がしておりまして、やっぱ大人があのこのチャンスというか機会を絶対にあの逃すことはあってはいけないというふうに思っています。あのこれを逃していつ北方領土返還っていう話になるんだろうかっていうのがあって、これはぜひあの北海道の皆さんにも問いかけていきたい。で、やっぱり言っていかなきゃいけない、声を上げないと今本当にあの新党国盛以外っていうか他の保守の団体があまり明確なあのテーマを出さなくて、一般の総合の人たちは声を上げてるんですけども、政治が動いてないという非常に情けない状態なので、これはあの私たちはやっていかなきゃいけないなと思っています。そうですね、いや本当にね、奈々さんと、まあ、我々北海道で、まあ、西部進さんをあの勉強会をやりながらですね、はい、西部進さんがよく言ってたのは、この国なんか独立なんかしてないんだと、それでアメリカの外国の駐留軍がいるという国家は保護領、植民地、属国、このうちのどれかだと。それから75年間壊して、まあ、その時はまあ西部さん70年前ぐらいでしたね、70年ぐらいで壊したものはもう一回再生作り直すには140年から倍以上かかると、これだけのことを今すぐやらなければこの国は持たないということを言ってました。それから
核武装についてももうここまで来て日本が自分の国を守ろうとするならばもう核の選択しかないだろうというようなことも言ってました。本当に西部さんの言う通りの世界がどん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 出てきているという中でですね、やはりこの国に危機感が全く今までなかったという中で、やはり国盛りの今後の存在感っていうんですかね、このこういう政党が一つ残ってなければ全てがもう日本の国は壊れてしまうというか、もう国防というか安全保障一つこの国は存在しないというこの状況の中で、まあ、時期がちょうど我々に合ってきたのか、それとも、ね、どうなのかとはこればっかりはなかなか言いませんけれども、ただ新党国盛りのこの言っている公約がですね、かなり現実味を帯びてきているということは確かだろうと思います。はい、ということで頑張っていきたいと思います。そうですね。それではお知らせがあります。毎週土曜日ですね、札幌の中でですね、凱旋を続けております国盛り衆の活動なんですが、今週は札幌での、街頭演説会は中止となりました。そしてできましたらですね、根室の方へ行きまして、北方領土の見えるところでですね、凱旋をやりたいということで、ロシアの近くでですね、凱旋を活動できればということで、これはまだはっきりしていませんし、いろんな形の中でですね、凱旋者を持っていけるかどうかというような問題もありますので、このあたりはっきりしましたらですね、国盛り衆のツイッターですね、ツイッター国盛り衆北海道の中で皆様方にお知らせをしたいと思いますので、そのあたりも注意して見てていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。明日もどうぞご覧ください。ありがとうございました。